別の案件で、あの NHK の会長を脅迫してるって案件で刑事告訴もされてる、告発もされてるようなんです、これ言ってる人は。だから、もう文句言うんだったらとっとと警察行ったらとしか思えないんですけど、あの収支資金、あの政治資金報告書なんていうのは間違いがあったら訂正いつでもできるんです。もうそういう取り締まるためのものじゃないので、あの脱税とかしてたらもう一発アウトですけど、それを使ってね、そのいわゆる堺市長の竹山さんみたいにね、その本来ここに計上しとかないと脱税につながるような記載漏れは、それはあの犯罪として検挙すべきなんですけど、ただシール代が、あの郵送代が載ってないとか、あの家賃が計上されてないとかね、個人のワンルームでやってることを家賃が計上されてないとか、光熱費がないとかっていうね、本当に馬鹿げた因縁をつけてきてる人がいて、でそれをまた有名な常念さんなんかがリツイートしたから、ちょっと今こう膨れ上がってるようなんですけど、あのとにかくもう、あの僕が相手すれば相手すると相手が YouTube で儲かるので、僕は広告つけてるので、だからもうこういう炎上に関してはこれ以上は乗らないということで、まあ、ただ心配されてる方が大勢いらっしゃるので、ちょっと今回答しておきましたと、こんな感じですね、はい、いいですか、他に何ですか。最後にあのマリノさんのちょっと皆さん心配